はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、バイクを処分するということでね、これですよ、250TR。うちのね、嫁のバイクなんですけど、もうね、しばらく置きっぱなしで、4年ぐらい、4、5年ぐらいひょっとしたらもう動いてない状態ですよね。で、まあカバーもね、してたんですけど、ちょっとね、サビも、出てきて、で、まあ、あんまり実動しないとね、いうことで、まあ動かないんですよ、バイクはね。で、そういう状態でね、ちょっと、どっか買い取ってもらえるのかなと思って、まあ探してたんですけど、まあちょっと大手のね、このバイク王さん、ここでね、ちょっと一回連絡してやってみようかなと思います。ちょっとね、ホームページ見てみましょう。はい、こちら、バイク王さんのね、ホームページです。これ大きくね、1万円。126cc 以上のバイク売却で、1万円のクオカードプレゼントということでね、今キャンペーンやってます。10月の6日までということですね。まあ、バイク王はね、メーカー車種問わず、高価買取ということでね、これ、無料ですぐチェック。まあ、それでね、まあ、無料査定してくれるということでね、実際ちょっと今からやってみようと思います。はい、というわけでね、バイク王さん来ました。もうね、電話してから2時間後にね、到着しましたね。このまま持って帰る感じです。ついに。ついに。さようなら。本当は結構乗られてたんですね、最初は。そうですね。だいぶ前ですけどね。動くかな。もうタイヤがです、ね、こんな状態なんですね。腐ってますね。もううわー、錆びてるわ。これが不動ってなると、これは結構必然にはなってしまうかなっていうところですね。そうですね、タイヤ履き替えないと。乗ってなかったとしてもやっぱ保管状況によってはもう、しばらくねカバーしてたんですけどね。カバーしても雨の日とか次の日カバー外したりとかしておかないと、湿気で結局錆とかは出てきます ね、 そうですね。これがそうなんです、ね、ここの数字の部分が車体番号ですね。これ今タンクの錆とかもう多分大丈夫そうですね。うーん、こういうのも査定に関わってくるんですか。そうですね、タンクの錆がすごい出てると、それがまあ除菌したとしても結局それがホースに詰まったりとかするとガソリン流れなくなってしまうので。あ、なるほど、ね、それでエンジンかからなかったりとかっていう恐れもあったりするので、動いてるか動いてないかっていうところで、そこの不動力にもよってオーバーホールする部分とかすごい増えてくるので、そのサスのオーバーホール、フォークのオーバーホール、エンジン周りのオーバーホールとかってそれだけですごいメンテナンスかかってしまうので、まあ、なるべくオーバーホールしない状態がいいってことですね。そうですね、とかあとメンテナンス、まあ、こういったタイヤの交換が必要じゃなかったりとか、はい、まあ、こまめにオイル交換されてたりとかっていうのでも結構変わってきたりとかします、ね。まあ、状態ですよね。ここのシールの部分とかもすごい割れが出てきたりとかして、こういうところね。そうですね、でここの中のオイルシールとかも割れが出てたりすると、ここから漏れがどんどん出てきたりとかして、こういうので漏れちゃうんですね。そうですね、で漏れが出てきてオイルがなくなってきたりとかって、どんどんひどくなっていくと、そこがオーバーホール必要だったり。これナンバープレートついてるんですけど、はい、このまま廃車届けしてくれるんでしたっけ。あ、もう全部うちの方でさせていただきます。余裕やな、足。足余裕よ、ね、ちょっと低くしてんの。ちょっとだけしてる。3万キロが置いてないんで何とも言えないんですけど、今1万8000キロ、2万キロ以下のものでもう販売価格で9万円とかで売ってるんですよね。なるほど。で、もしお店に置くとなったとしても、業者って買った時の金額からだいたい7、8は最低でも上乗せしないと、まあ利益が出ないんですよね。で、まあ、1万キロ、2万キロ以下のものでだいたい9万円っていうところでは販売価格なので、まあ、もしお店に置くなったとしても、まあ、もう少しやっぱし安く置かないと売れないので、としたら5、6くらいとかで置いて
それでも5、6くらいで置いて、まあ、乗り出しで10キロくらいにはしたいかなとは思うので、それで送ってなったとしても、ちょっと値段をつけるのは難しいかなっていう感じなんですよ。一応その、まあ、5,000円お支払いしていただくっていう形になるんですけども、1人の方はできて、まあ、そこから配車手続き等々は全部うちの方ではさせていただくんで、まあ、何かプラスで配車手続きの手数料とかっていうのは一切かかったりもしないです。ちょっとかかるとしたら、これ今回引き上げっていうところでの、まあ、流通料代ですね、再生とかそういったのでちょっと5,000円いただくっていうのところですね。こちらに今のクオカードのキャンペーンなんですけど、そこも流通料の5000円とかってなってしまうと対象外になってしまうんですよ、そこも。はい、いかがでしたかね。なんとね、マイナス3000円でしたマイナス3000円かよと。確かにね、バイク王の方がおっしゃる通り、まあもう廃車状態ですよねまあそれをね、しかも3000円で引き取ってもらえると、レッカー移動もね、廃車代もね、無料ということで、まあ自分でね、処分しようと思ったらもっとかかりますよね。まあそれが3000円でやってくれたということでね。いや、それにしてもちょっとクオカード欲しかったな。126cc 以上のバイク売却で米1、一括見積りサイトからお申し込みいただいた車両、はい、しました。査定の結果、リユース料が発生した車両ね。これね書いてました。つまり今回お願いしたね、バイクね、まあ買取金額査定には至らず、まあ捨てるお金ですよね、このリユース料、まあ廃棄処分代が発生したということで、まあこのクオカードが、まあ、今回もらえなかったということですね。いや、もうちょっと交渉してね、1円でもいいから買い取ってくれって言ったら、まあこの1万円のクオカードがもらえたということですよね。いやー、これね、ちょっと米印皆さんしっかり読んで、してくださいね。まあでも親切でした、バイク王さんね。まあ他のところだったらね、もっと手間暇かかってたと思いますね。まあ安く処分できて、結果的にまあ良かったのかなという感じがしました。はい、というわけで、私のチャンネル面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、バイク王に動かないバイクを売ってみたでした。じゃあね、バイシュー。